ロシア連邦交流庁のエンブレムには平和の象徴であるオリーブの枝とそれを加えた鳩が描かれている。様々な文化や文脈の中で様々な形の平和の象徴が用いられてきた。鳩とオリーブの枝は初期のキリスト教徒が象徴的に使用していたが第二次世界大戦後にパブロ・ピカソが制作したリトグラフ、鳩によって世俗的な平和の象徴として広まった。 国際的にピースシンボルやピースサインとして知られるピースマークは1958年にイギリスの反核運動、核軍縮キャンペーンで使用された核による消滅の脅威を表すシンボルが起源となっている。1960年代のアメリカの反戦運動で広く採用され、一般的に世界平和を表すものとして再解釈された。しかし、 1980年代になっても原子力発電に反対する活動家の間では本来の半角の意味で使われていた。ピースサインや平和の旗は国際的な平和の象徴となった。1775年1月のロンドンマガジンに掲載された版画。平和の女神がアメリカとブリタニアにオリーブの枝を差し出している様子が描かれている。 西洋文明において平和の象徴としてオリーブの枝が使われるようになったのは少なくとも紀元前5世紀のギリシャまで遡る。古代ギリシャではオリーブの枝は豊かさを表し悪霊を追い払うと信じられておりギリシャ神話の平和の女神エーネーの持ち物の一つであった。ローマ帝国の効果にもオリーブの枝を持った女神パークスが描かれている。古代ローマの詩人ウェルギリウスは ふくよかなオリーブを女神パークスと結びつけ、アイネイスの中でオリーブの枝を平和の象徴として用いている。おごそかなアイネアスの高みに立ち、手にはオリーブの枝を持ち、彼はこう言った。フリギア人の腕を見よ。トロイから追放され、イタリアでラティアの敵に挑発され、不当な戦争をした。最初は手を携えていたが、最後は裏切られた。 このメッセージを伝えよ。トロイ人とその蝶は、聖なる平和をもたらし王の救済をこう。ローマ人にとって、戦争と平和には密接な関係があり、戦争の神マールスは、マールスパシファラという別の側面があり、後のローマ帝国のコインには、オリーブの枝を持ったマールスが描かれている。アッピアノスは、ヌマンティア戦争における、 ローマの将軍スキピオアエミリアノスの敵やカルタゴのハスドルバルボエタルクが平和の象徴としてオリーブの枝を使用したことを記述している。ジェームズ・ソーン・ヒル、防政に勝利する平和と自由十七世紀の詩人たちはオリーブの枝を平和と結びつけていた。1644年のチャールズ一世の金貨には剣とオリーブの枝を持った君主が描かれている。18世紀を通じて イギリスの効果には、槍とオリーブの枝を持ったブリタニアが描かれていた。クリニジの旧王立海軍大学には、ジェームズ・ソーン・ヒルによる、空意的な会が、暴政に勝利する平和と、自由が所蔵されている。ウィリアム3世とメアリー2世が、天井に鎮座し、鳩と子羊を連れた平和が、ウィリアムに、オリーブの枝を渡し、ウィリアムは、絶対王政が支配するヨーロッパに、 自由の帽子を渡す。ウィリアムの下には、破れたフランスを売る14世が描かれている。1775年1月、ロンドンマガジンの表紙には、天から降りてきた平和の女神が、アメリカとブリトニアに、オリーブの枝を授けるという版画が掲載された。同年7月、アメリカの大陸会議は、イギリスとの本格的な戦争を回避するために、オリーブの枝誓願を採択した。 アメリカ合衆国の国章に描かれているオリーブの枝は平和を意味している。国章の原案をデザインした大陸会議初期のチャールズ・トムソンはオリーブの枝と矢は議会に独占的に与えられている平和と戦争の権限を示していると説明した。初期キリスト教における大洪水、バプテスマ、水、葉と平和の関係を示す図。 ローマにある初期キリスト教のカタコンベである聖ペトルスとマルケリヌスのカタコンベの壁画。祈りのためのオランスの姿勢をとったノアとオリーブの枝を加えた鳩が描かれている。教会のステンドグラスに平和の鳩として描かれている聖霊降臨の様子。平和の象徴としての鳩の使用は初期のキリスト教に由来している。初期のキリスト教とは鳩を伴うイエスの洗礼を しばしば墓に描いていた。新約聖書では、鳩をイエスの洗礼の際に降りてきた精霊になぞらえている。紀元1世紀末頃に書かれたペトロの手紙1では、水による救いをもたらした大洪水は、洗礼を予見したものであると述べている。テルトリアヌスは、ヘブライ語聖書に登場するノアの鳩を、箱舟から送り出されて、オリーブの枝を持って戻ってきたとき、 神の怒りが和らいだことを世界に告げたとし、天から送り出された神の平和をもたらす洗礼における、洗礼と比較した。当初、ハトは主観的な個人の平和の体験、つまり魂の平安を表しており、最古のキリスト教美術では、洗礼の表現に添えられていた。二世紀末には、ハトは、社会的、政治的な平和、すなわち、諸国民への平和も表しており、 三世紀以降は、ノアと、ハコブネ、ダニエルとライオン、ロの中の三人の若者、スザンナと長老たちなど、対立を描いた作品にも登場するようになった。ハトは、ローマのカタコンベにあるキリスト教の碑文にも登場し、時には、インペースという言葉を伴っている。例えば、カリクストゥスのカタコンベでは、ハトとエナが次のラテン語の碑文の横に描かれている。ナイセラベルコでイ。 オベシックスサイトアンス PMXXXV でポした XVKL マイアスベネメレンチインパーチェに置かれた安らかに眠るべきもののために別の例では浅いレリーフにギリシャ語でと記された人物のもとへ枝を持った鳩が飛んでいるこのシンボルはチュニジアのスースにある紀元一世紀末のキリスト教のカタコンベからも発見されているキリスト教において 象徴としてのオリーブの枝は常に鳩が持っているが、これはギリシャ語の用法と、ヘブライ語聖書のノアの箱舟の物語に由来している。ノアの箱舟の物語は、摘み取ったばかりのオリーブの葉を鳩が持ってくるところで終わっている。これは、大洪水の後の生命の証であり、神がノアとその家族、動物たちを陸地に連れてきたことを示している。ラビハの文献では、オリーブの葉を、 イスラエルの地の若めと解釈したり、ハトが人間のための甘い食べ物ではなく、神のための苦い食べ物を好むと解釈したりしていた。ユダヤの思想においては、ハトもオリーブの枝も平和を表すものではなかったが、キリスト教でその意味を獲得した。313年の教会の和平によって、ローマがキリスト教徒への迫害をやめる以前は、ノアは通常、祈りの姿勢で描かれていた。 クレイドン・スナイダーによれば、ノアの物語は、ローマの迫害という驚異的な環境に耐えうる器として、初期キリスト教共同体に、経験さと平和を表現する機会を与えたという。また、ルートビヒブッテや、ピエール・プリゼントは、ハトは、ノアの平和ではなく精霊の降臨を意味するとしている。教会の和平以降、キリスト教美術において、ノアが登場することは少なくなった。 4世紀に出版されたのあの物語のラテン語訳で、ヒエロニムスは創世紀8章11節のオリーブの葉をオリーブの枝と表現した。これは、洗礼によってもたらされる平和と大洪水の終焉によってもたらされる平和がキリスト教的に等価であることを反映していると考えられる。5世紀にはオリーブの枝を加えた葉とがキリスト教における 平和の象徴として定着しており、アウグスティノスは著書、キリスト教の教えの中で、永遠の平和は、鳩が箱舟に戻る時に持ってきたオリーブの枝によって、示されると書いている。ホルカム聖書などの中世の装飾写本では、鳩が枝を持って、ノアの元に戻ってくる様子が描かれている。14世紀のウィックリフの聖書では、創世紀8時11分で、A。 ブラウンシオブアリトレウィズグリーンリーズと表現している。ピカソのキスハトを元にした敷石ピースマーク。もともとは1958年にイギリスの核軍縮キャンペーンのロゴとしてデザインされ、後に平和の象徴として広く知られるようになった。今日知られているピースマークは1958年にジェラルド・ホルトムによってイギリスの平和運動の最前線にいたグループである。 各軍縮キャンペーンのロゴとしてデザインされ、アメリカなどでの反戦運動やカウンターカルチャーの活動家により採用された。このシンボルは手端信号の N と D を重ね合わせたもので、各軍縮を意味すると同時に、ゴヤの1814年の作品、マドリード1808年5月3日において、銃殺隊に退治する反乱者を表しているとされている。このマークは、 ユニコードのその他の記号ブロックに U プラス 262E ピースマークピースシンボルとして収録されている。バルコニーに掲げられた平和の旗国際的に虹色に平和を意味する単語を書いた旗は平和の旗とみなされている。この旗はイタリアの平和主義者で社会哲学者のアルド・カピチニが1961年に ペルージャから足地への平和行進を行った際に初めて使用された。イギリスの平和行進で使われていた平和機からヒントを得たもので、ペルージャの女性たちに急遽色のついた細長い布を縫い合わせてもらった。この行進は1961年以降何度も行われ、最近では2010年に行われた。オリジナルの旗は カピチニの協力者であるレンフロンコメンコロニが、トーディ近郊のカリーベレンザーで保管している。この旗は、虹色の7本のストライプで、中央にピースの文字が入っているのが、一般的である。この旗のデザインについては、次のように説明されている。大洪水の記述において、神は二度と大洪水を起こさないことを約束し、その契約の証として、空に虹をかけた。虹は、地と、 空、ひいてはすべての人間の間の平和の象徴となった。旗の色は通常、上から紫、藍、青、緑、黄、橙、々、赤となっているが、青の下に紫のストライプが入っているものや、上に白のストライプが入っているものもある。カピチニが制作した最初の平和の旗では、赤、橙、々、白、緑、紫、藍、ラベンダーとなっている。 V サインは手のひらを外側に向け、人差し指と中指を開き、他の指は閉じた状態で行うジェスチャーである。第二次世界大戦中には勝利のボルトの意味として勝利を表すために使われていた。1960年代のアメリカでベトナム戦争に反対する活動家がその後の反戦運動の中で平和の象徴としてこのジェスチャーを取り入れた。 折り鶴折り鶴が平和の象徴として広まったきっかけは、広島市への原子爆弾投下により被爆し、後に白血病で死亡した佐々木貞子が生前に病気の回復を祈って折り鶴を折り続けたというエピソードによるものである。この物語はカルルブルックナーの貞子は生きるや、エレノア・コアの貞子と千羽鶴によって世界で知られるようになった。 そのためオリズ鶴や千羽鶴が平和の象徴として捉えられ、広島平和記念公園などに備えられている。また、広島平和記念資料館には2016年に同地を訪問したアメリカのバラク・オバマ大統領が自ら折って持参したオリズ鶴がメッセージと共に展示されている。2017年には同大統領から長崎市にもオリズ鶴が送られた。 長崎の爆心地を中心に作られた平和公園には折り鶴の塔がある。戦争抵抗者インターナショナルの壊された銃のシンボル戦争抵抗者インターナショナルとその関連団体は壊された銃をシンボルとして使用している。このシンボルは1921年に大が設立される以前から使用されていた。このシンボルの最初の例は オランダの国際反軍国主義連合の月刊誌で、ワピンズンダーの1909年1月号のマストヘッドである。1915年には、ノルウェー社会民主主義青年協会が発行したパンフレットアンダーデッドブルフフンゲバーの表紙にも登場している。1921年10月16日、ラルビエールを更新するベルギーの労働者は、兵士が、 自分の銃を壊す様子を描いた旗を持っていた。兵役を拒否したドイツ人のエルンストフリードリッヒはベルリンに設立した反戦博物館の入り口のドアに壊された銃のレリーフを施した。また、この博物館では壊された銃をデザインしたバッジ、ブローチ、ネクタイ瓶などを配布している。1933年。 ヨーロッパで戦争への恐怖が広がっていた時期に、共同組合女性ギルドは、白いポピーを配布するという活動を始めた。もともと、イギリス大役軍人会が第一次世界大戦で、亡くなった軍人を記念して赤いポピーを配布しており、その代わりとなるものだった。1934年には、戦艦期のイギリス最大の平和団体であった、平和制約連合が、 戦争を二度と起こしてはならないという平和への誓いとして白いポピーを配布し、白いポピーの花輪を備えた。礼理ヒ条約のロゴロシアの芸術家、文化活動家、哲学者であるニコライリ料リフは文化財保護のための運動を立ち上げた。そのシンボルマークは白地に丸色で三つの円を大きな円で囲んだものである。このマークは平和のバナーとしても使われている。 1935年、料理府の主導により文化財保全を目的とした国際条約であるデイリヒ条約がアメリカ合衆国とラテンアメリカ諸国によって締結され歴史的なモニュメント、博物館、科学、芸術、教育、文化機関を平時、戦時を問わず保護することが合意された。料理府記念館はこのマークについて次のように説明している。 平和のバナーのシンボルの起源は古い。おそらく石器時代のお守りに描かれていたのが最も古いもので3つの点で構成され、円で囲まれていない。料理フは世界各地で数多くの例を目にし、このシンボルが存在のサイン一体性に対する深く洗練された理解を表していることを知った。しかし料理フはバナーと条約の目的においては、円は 文化の相対を表すものとし、三つの点は人間の文化活動の中で最も包括的なものである芸術、科学、宗教を表しているとした。また、縁は過去、現在、未来を包括する時間の永遠性を表しているとも述べている。すべての宗教の基本である三位一体を表した、このシンボルの神聖な起源は今日の条約とバナーの意味の中心になっている。 聖書のイザヤがき第十一章には、捕食者と被食者が仲良く寝そべっている姿が描かれている。狼は、小羊と共に宿り、ひは、小ヤギと共に伏し、小牛、若児し、越えたる家畜は共にいて、小さいわらべに導かれ、目牛と熊とは食い物を共にし、牛の子と熊の子と共に伏し、獅子は、牛のように藁を食い、父の御子は、毒蛇のほらに戯れ、 千ばなれの小当てをマムシの穴に入れる。イザヤ書11、6から8期元前550年頃のリュディアをクロイソスの効果。ライオンと王ウが描かれており、それぞれリュディアとギリシャの同盟を象徴しているとも言われている。リュディアは世界で初めて効果を導入した国として知られている。最後の王クロイソスが即位後最初に発行した効果には、 リュディアを象徴する方向するライオンとギリシャ神話の神、ゼウスの決心の一つであるオウが向かい合った絵が刻まれている。これはリュディアとギリシャの平和的な同盟関係を表すものである。ヘブライ語のシャローム、アラビア語のサラーム、英語のピースという平和を意味する三つの単語を組み合わせたワードマークは中東の平和の象徴として使われてきた。このシンボルは 中東和平と中東戦争の終結を象徴するものとなっている。この言葉だけが書かれた壁掛けプレートや看板、T シャツ、ボタンなどが販売されている。日本の平和の金日本の平和の金は国際連合本部ビルに平和の象徴として設置されている釣り金である。1954年、まだ国際連合への加盟が承認されていなかった日本から寄贈された。 ありがとうございます。